WBC メキシコ代表日本は雑魚と遊んでただけ。メキシコサンドバル同僚大谷について問われ誰？とにあり日本と準決勝で激突プエルトリコ戦後、ローンデポパークでメディアの取材に応じたサンドバルは大谷について問われると誰？とにあり、知っていると思う。聞いたことがあるなと、とぼけた表情で笑った。あまり強い言葉を使うなよ弱く見えるぞ。生きると負ける法則。韓国アーン。四天王でもない最弱のメキシコが何か言ってら。メキシコ弱いやん。チームが勝って直後の高揚してるのはわかるが勝負の世界で生きがると日本ではフラグ立ちという。こんだけ言ってもし負けたらメキシコが地獄モードになりそう。韓国が発狂しそうですな。メキシコさんは過酷な環境で生き残ってきた人たちだから覚悟が違う。サンドバルはかなりいい投手だから簡単には打てないと思うぞ。勝ち星少ないのはエンジェルスのせいだし。メキシコさんが、はっきりと韓国を雑魚と言ってくれた。ここは認めても良いだろ。